アニマロン。見て見て、新しいネイルなの。これ新色なんだって。銀座にあるサロンなんだけど、代官山にできた新しいカフェ、もう行った？すっごくおしゃれなの。新しいネイル、代官山にできたカフェ、くったらな、くったらない、もうくったらない。あいつら遊ぶことばっかり考えやがって。たまにはパソコンでも開いて企画の一つでも立ち上げたらどうなのっつうのも。なんで私があいつらの仕事を世話なきゃいけないの。課長も課長だよ、ヘラヘラしちゃってさ。おまけに、君もう少し女らしくした方がいいんじゃないって。いいじゃん、好きにさせてよ。私が女らしくしてなくて誰かに迷惑かけました？何？びっくりした。なんで？出ると思わなかったから。なったら出るわよ。ああ、そうか。で、何？何って。ごめん、ちょっとイライラして。いや、いいよ。まことくんから電話してくるなんて珍しいね。今日仕事は？ああ、これから夜勤。そっか、大変だね。別に、これが仕事だから。これが仕事か。何？その仕事、楽しい？楽しいも何も仕事だろ。そうだね。誠くんに聞いた私がバカだった。ゆっくり休めよ。じゃあな。ちょっと。何？何って、何の電話だったのよ。俺がカナに電話するのに理由必要？必要じゃないでしょ。うん、でも誠くんから電話してくるなんて今までなかったから。そういえばそうか。仕事どう？納期に間に合いそう？なあ、順調にいけば。次の現場は決まってんの？次は豊洲。また通うの大変だね。いつものことだよ。だけど遠いと疲れ溜まりやすくなるじゃん。あちから仕事なんだから、ちょっとでも体休ませないと。うん、そうだな。
落ち着いていいんだよ。しんどくなったらそうさせてもらうよ。そんなこと言って、うちから現場に行ったことないじゃん。え？そうかな？そうだよ。何も聞かないんだね。聞いてほしい？ううん。弱音吐きたくない。知ってる。だから聞かない。うん。じゃあ。誠くん。ん？何？なんでもない。かな。何？また酒飲みながらキュウリかじってんの？なんでわかった？そんな予感がした。何予感って？カナがカッパの予感？バカ。名前も似てるし。え？カナしか会ってないじゃん。だな。カナ、俺そろそろ行かないと。あ、うん。カナ。ん？聞かないって言ったけど、話してくれたら俺は嬉しい。え？いや、俺はだけど。うん。俺ももっとカナに話すよ。何を？いや、何をって…カナの声が聞きたくて電話したんだ。誠くん。なんか言えよ。何かって？うん。ああ、また電話する。かどうかわかんないけど。そこは電話するでいいでしょ。そうだな。嘘、私も電話する。あ、誠くん。何？電話ありがとう。うん、じゃ。よし、お風呂入ろう。